ということで、ダラ生レインボー第1回お疲れ様でした。お疲れ様でした。久しぶり、久しぶり？特番日本を置いたら久しぶり、うん、そうだね。でも新コーナーとかもあったからね、なんか割と盛りだくさんな感じで、うん、楽しかった、うん、新コーナー面白かったね。面白かった、なんか難しかったけどね。自分で考えといてすごくテンパったコーナー提案したけどいや意外と難しいというか考えることいっぱいあるよね、うん、だってもらったウマルンワード使うじゃん、うん、でもうシーンは決まってるから喋る尺もあるじゃん。そうね、そうだね。で会話は成り立たなきゃいけないアドリブ力がなんか鍛えられるよね。そう、もうさ、先輩方がさ、イベントとかでさ、なんかかっこよくアドリブとかしてんのすごいなって思っちゃう、ね、思った。わかる、まあ、半分大喜利でもあるしね、なんかちょっとその難しいところだよね、うん、なんかでも